日本生命 B リーグ 2022-23 ポストシーズンスペシャル、サポーテッドバイ島田のマイク。この時間は横浜 B コルセアーズの森井健太選手にお越しいただきました。ようこそ、いらっしゃいました。ありがとうございます。昨日もね、最終戦終わって疲労困憊の中ありがとうございます。ありがとうございます。サフだったね。そうですね、やっぱり、富山さんも、残留かかった試合だったんで、やっぱりああいう局面やりづらいですか。気持ちのぶつかり合いって言いますか、僕たちも、ホームの最終戦だったんで、そういった部分では、本当に悔しい結果になってしまったんですけど、本当に見る人にとっては何か与えられるいい試合だったんじゃないかなと思います。そうですね、ちょっともうニックネーム何ですか。森健ですか。森健ですね。やっぱ基本みんな森健ですか。はい、森健が多いですね。森健さんでいきますか。馴染みのニックネームで、さっき忘れてたんだけど、で今回の、チャンピオンシップのテーマが共に超えろということなんですけども、これにちなんでお伺いしたいと思います。ズバリ、CS に臨む森井選手が、超えたいことを、ここで宣言していただきたいんですよ。横浜にとって新しい航海の始まりだと思うんで、新しい海に向かって、飛び込んでいきたい、新しい海を越えたいっていう意味を込めて、新しい海を越えたいと思います。大拍手でございます。なんて詩的なんでしょう。絵が浮かびました。あのね、もうね、分かってるよね、ご意見ね。Bコルブースターは、海とかね、荒波とかね、航海とかね、めちゃめちゃテンション上がるね。分かってる。我らが海という気持ちですもんね。完全にブースターを味方にする、コメントがね、常にこうファンがこうの心をつかむようなコメントするのよね。意識してるよね。そうっすかね。そうですね、そんな気がしてるのよ。ちょいちょいインタビュー見ているけど、絶対狙ってるなっていう感じは受けました。そうですね、じゃあその海を越えるっていうのは、つまり初めてチャンピオンシップに今回出場して、越えるっていうのは どの辺をちゃんとこう狙っていく、まずは一発一つ上行くぞとか、勢いの手、上まで行っちゃうぞとか、そこを超える、ちょっともうちょっと解像度上げるとどんな感じですか。まずは、初戦の相手が川崎さんということで、神奈川ダービーそうですよね、いきなりって言われていて、まだBコル史上等々力アリーナで勝ったことがないんですよ、で、そういうのもあって、まずはその、川崎さんのホームで、しっかりと勝つこと、そこがチームとしてはまず、今シーズン、ずっと掲げてきた目標の CS で、どうやって戦っていくかっていうのが、本当に試される舞台だと思うんで、本当にもうやるだけかなっていうのは思います。なるほど。やるだけかなっていう言葉、シンプルですけれども、やっぱりこれまでの積み重ねがありますよね。そうですね、やっぱりチームがあれじゃないですか、最後後半ね、河村選手も怪我されて、そこを森選手がもうかなりね、タフに頑張って、あの時っていうのはやっぱりチーム力っていうのはこう上がったなって感じしますか。やっぱり河村選手が、今シーズン本当にすごい引っ張ってくれましたし、本当に河村選手がいてのチームだと思うんですけど、他の選手も、CS という目標に向かって1年間頑張ってきましたし、その思いっていうのが、自分が主役だっていう思いっていうのが、その、1ヶ月ぐらいは本当にチームとして感じてたんで、そういった部分はチームの成長につながったんじゃないかなと思います。戻ってきてどうですか。やっぱり強力な武器、河村選手っていうのは本当に横浜にとってすごい武器だと思いますし、他の選手も、自分たちがやってやるぞっていう思いが混じり合って、本当に CS では、一番強いビーコルが、見せられるじゃないかなと思います。仲間を称える言葉ですけれども、キャプテンの存在大きかったと島田さんもねおっしゃってました。いや、ものすごい、森井選手に対する河村勇輝選手のリスペクトもありますからね、だからこうやって何気に同じポジションでキャプテンで先輩なんだけど、彼がいたからこそ今回こうチャンピオンシップ含めてここまでチームが上がったみたいなことを、先輩で同じポジションでキャプテンがここまで明確に言えるっていう、怪我された時のあのインタビューとか見てても
ね、男を上げてますよね爆上がりですよ。本当ですか。はい、もうファン心つかまれまくってましたもん、ね、私も使われてましたけどね嬉しいです、はい、で今シーズンじゃあ、はい、あのまあ、初めて、ね、出場するわけなんですけども CS ビークルのここ見てもらいたいというのはどこら辺ですか。まあ、やっぱり今シーズン、一番大事にしていることがアグレッシブなディフェンスなんで、うん、まあ、本当にその部分も見てほしいですし、まあ、本当にチーム力でここまで戦ってきたんで、うん、本当に苦しい時、まあ、怪我人がいた時なんかもそうですけど、うん、本当に励まし合って、拳し合って戦っている姿っていうのを、うん、ファンの方々もそうですし、うん、いろんな方に見てほしいなと思います。うん、あとは、まあね、その川崎のホームで、まだ勝ってないという話ですけども、まあ、川崎のこの辺りを、まあ、警戒しているというか、はい、っていうのはありますか。川崎さんは本当に経験のあるチームだと思いますし、うん、本当に CS の舞台も何回も経験されてますし、うん、まあ、その部分の経験の部分で、まあ、序盤、うん、本当に序盤でどれだけ、耐えれるかっていうのは、うん、一つのポイントだと思ってるんで、まあ、後半爆発力っていう分は今年のビッグコールの一つの武器だと思うんで、うん、そこに持っていけるように、うん、なるほど、序盤からエナジーアップルプレーを出していけたらなと思います。なるほど、はい、いや楽しみですね。楽しみですね、はい、では最後になりますが、うん、ファンブースターの皆さんに改めて意気込みをお願いいたします。はい、もう本当に初めての CS と舞台、本当にファンの方々の皆さんの後押しっていうのが僕たちの力になりましたし、その舞台で皆さんと共に戦って一つでも上に行けるように頑張りますので、うん、はい、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、はい、応援しております。ここまでのゲストは横浜 B コルセアーズ森井健太選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。